増永先生はですね、我々 CC 研で、論文を DEAM に投稿する、際に、現地で、ご指導いただくということでお願い申し上げ、今に至っております。あ、です。先生、日本レーザー技術学会の、会長でいらっしゃったことが長くて、日本の中のデータベースを牽引する、指揮者としても、業界の中では大変著名な、方があるということで、近庁ですと、ソーシャルコンピューティングにもこれですねこれ回しますか見てくださいということで、我々のこう、考える方向と同じ、方向で研究を、続けらっしゃっているということで、先生にご指導に賜りたいということで、今回改めて先生にご登壇いただいたという経緯になります。それでは、増永先生、よろしくお願いします。はい、どうもご丁寧なご紹介ありがとうございました。ご紹介いただきました日大名誉教授の増永です。よろしくお願いします。それで人が機械と協調するソーシャルインテリア実現性ということで、何でもいいからショートプレゼンテーションをやりなさいと見るかということでですねまあ僕ができるのは、今お話ししているソーシャルコンピューティングとその可能性ということで、今ご紹介くださった牧野さんはじめですね、皆さん何遍かお茶台に来てくださいまして、システム LM の話とかしてくださいましてですね、大変近いところにいるなと。で、全てソーシャルコンピューティングだねっていう話じゃないんですけども、そこら辺逆にですね、今日冒頭にも泉さんの話ありましたけど、ここのセッションでコンテクストコンピューティングって何なのって最初聞いたのに全然わからなくてですねそれでソーシャルコンピューティングの絡みとかそういうことも含めてですね、一体この人たちは何を考えてるんだろうと思うとこからですね始まったわけですね。でところが、今日の午前中の3件 の, ご発表、そして泉さん、橋田先生の話を聞いて、もう僕なりには十分に理解したつもりでおりまして、それを絡めてですね、こういう形でソーシャルコンピューティング の, 概念をですね、お伝えしたいということと、あと皆さんがおやりになっているそのコンテクストコンピューティングというのはこんなものなんじゃないんですかという話をですね、やってみたいかなと思います。それで人の集団の意思決定にはソーシャルコンピューティングというところから始めたいと思うんですけども、意思決定というのは非常にね、先ほど橋田先生の話でも最後に人間がやることは何なのって話ありましたけどね、やっぱり最終的に何かを処理するとかなんとかっていうこともそれは大事ですけど、やはり意思決定ですよね。どうするので、システム LA がやってる話っていうのは、災害時の時に置かれたそのいろんな立場の人たちがどういう意思決定するんですかっていう、そういう話ですよね。だからそういう意味ではですね、その意思決定というのは非常に大事になってくるわけですけれども、そこで僕が特にソーシャルコンピューティングとのコンテクスト上で考えているのがですね、集団の、意思決定と、そういう話になります。もちろんですけど、意思決定するためには、情報の収集と検索と収集が必要ですよね。Google アルゴリズムサーチですよね。あるいはアルバート、先ほど関連した話もありましたけど、SNS を使ったような形でのソーシャルサーチというのもあります。で、個人の意思決定に関すればね、このそういうような形でどんどんこう収集をした情報に基づいてですね、判断をすればよろしいんですけども、で、よろしいんですけどもっていうその意味はですね、その判断の成果っていうのは、その人の最初、その人の責任です、あと他の担当者とどうなろうとね、責任は後だよねっていう話になるんですけど、集団意思決定っていうとですね、それはそれとはまた異なった重い意味があるわけですよ。で、誰かからね、この集団はこういう場合にしましょうという意思決定があると思うんですけども、誤った意思決定がなされたらですね、それは大変なことですよね。その一個人が何か間違った判断をしたってそういう話じゃない。
ね、そこのところなんですね。それでソーシャルコンピューティングっていうのはこの集団としてのね、正しい意思決定の可能性っていうのが非常に大きいんじゃないかっていうことなんです。でもうちょっと別の表現からするとですね、専門家とかね、あるいは権威とか、ね、そういうのはこうしなさいと集団に向かって言ったそのディシジョンメイキングというのは往々にしてですね、間違っていて、で正しくなくて、みんなが聞く、みんなが聞く、ね、でそれはまあ言いたいと言えばその集合値を使うということなんですけど、集合値を活用する。でそうするとですね、結構正しいことが多いんじゃないんですかっていう、その観点に基づいてたんですよ、ソーシャルコンピューター。だからまあ今回のですね、こういう災害のため の, 意思決定 の, 支援ということから考えてもですね、僕なりに大変興味があって、でそれであえてですね、じゃあぜひ発表させていただこうと思いました。それでまあ最近随分自然災害が本当多くてですね、ところ痛むわけですけども、8月のね、下旬に起こったその広島の土砂災害のことをちょっと考えてみましょう。でそうするとこれよく言われているように、8月20日の午前3時半ごろね、まあ、大規模な土砂土石流が発生したんですよね。それで多くの住民74名のね、方々の生命が失われたわけですけども、よく言われている通り、これは例えば朝日新聞ディジタルの記事ですけども、広島市っていうのは避難勧告の発令は、まあ、災害が発生した後の午前4時15分だったと、あるいは30分だったと。で避難、それより、まあ、程度の高い避難指示っていうのは午前7時58分に出てるっていうようなことで、結局、まあ、ここの典型的な例はトップダウンで要するに出すべきところは広島市が出さないといけないわけですけども、その出すべきところがですね、きちっとしたトップダウン の, 意思決定を行われなかったね、典型例 の, 一つだと。で確かにいろいろとこう調べてみるとか読んでみますとね、広島市自体は勧告基準っていうのは定めていたらしいんですけども、まあ最終的にですね、そこら辺がうまく機能しなくて勧告をためらってるうちにですね、災害が起きてしまうという、そういう状況なんですね。だから集団じゃなくてトップダウンのですね、その意思決定というのはうまくいけばそれは大変結構だと思うんですけど、こういう形で未熟もですね、うまくいったらなんです。でしたがってですね、住民の避難っていうのがどうだったのかと、お上が避難勧告そしてあるいは避難指示をですね、きちっと出してれば、それは人はきちっと移動したんでしょう。それでなかったわけですね。でところがこれよく報道されてますけども、住民はね、感じてたんですよね、気がついてるんですよね、いっぱいいろんな異常を。で例えばあれでしょ、こんな経験したこともないような豪雨とか雷とかね、あと土石流の予兆もあったって言ってますよね。で具体的にはどういうのっつったら、それは異音、そしてあるいは異臭ですね、匂いが変わるんだそうですね。であるいはもう当然ですけども、これ今まで出たこともないようなところの出水とか、あるいは逆に止まる場合もあるんですね。そういうことで住民はいろんな異常を気がついてるわけですね。でそうするとね、まあ、住民が気づいていた異常を生かせなかったのかなと、まあそれは生かしたいと思うんですけども、そうすると生かす術ですよね。どういう具合にそういう住民のですね、さまざまなその感知したその異常というのをこう、まあ、それこそ集約してですね、それをもってこの避難という形にですね、持っていけなかったということです。でそれが また要するにこと分かれば、集合値の活用というのがきちっとできなかったのかなという、そういう話になるんですね。それでその集合値というわけですけども、ポイントはですね、さまざまな情報を集約して集団としての意思決定をできるシステムの構築というのが集合値の集合値活用のポイントになります。でそれで集合値のですね、集合値が正しいね、意思決定ができる条件っていうのは、これはそもそもはですね、このそれは集合値っていう言葉自体はですね、遡ると
例えばほらアリとかね、そういう昆虫が何かしらこう集団として何かあたかも知識を持って知能を持っているように動くよねみたいなところ行きますと1920年代とかですね、戻るんですけど、今僕らがソーシャルコンピューティングって言ってるような、あの言ってる意味での集合値を語ったのはこのスロイッキーという人なんですね。でザ・ウィズダム・オブ・クラウズ、あのそしてサブタイトルがですねそこにありますけども、ホワイザ・メニア・スマーター・ザン・ザ・フィルAnd how collective wisdom shapes business, economics, societies, and nations という本を2004年に出して、そしてあのいち早くですね、あの小高さんという人がですね、角川で2006年にあの訳本を出してるわけですけども、あのこのタイトルが非常に的を射ていて、あのみんなの意見は案外正しいという本なんですね。それでスロイッキーが言ってる話っていうのは、簡単に言うとですね、この集合値が正しいね意思決定ができる条件っていうのを3つ挙げてるんですよ。で、まあ、もうちょっとメカニズムまで言うと言ったんですね。で、1つがこの人の認知の多様性です。多様な認知ができる。で、次もう1つはですね、意見の独立性。そしてあともう1つはですね、あの分散性っていうんですけども、あのこれは要するにそういう群衆にね、誰かこうスーパーバイザー的な 親分がいてですね、お前こうだあだっていうようなことじゃ、その分散性っていうのは成り立たないんで、そういう人がいない。そういう集合でいろんな意見をね、あの述べさせると、次うまくですね、あのそれを集約するメカニズムがあれば、あのその集団のですね意思決定っていうのは一般的にこの権威がこう何か言うことよりもですね、あの非常に正しいと。で、あのスロイッキーの本っていうのは、まあ、これをプリンシプルにして、そしてこういうケース、ああいうケース、ああいうケース、ああいうケース、まあいろんな形ですね、もうもちろんですけど、あのコンピュータサイエンス的だったら、まあ、例えば Google のあのメカ、あのページランクのあのメカニズムですね、まあ、あれも集合値だねっていう言い方をしますし、あの書いてないですけども、あの Linux がどうしてできたのって言えば、あれもあの集合だと思いますし、そうじゃなくてもっと一般的なあの活動ですと、株式の活動とかね、あるいはプレディクションマーケットつって、例えばあの選挙の時に当選する人を予測してお金うんぬんするとかね、あのいろんな形をたくさん出して、あとそう、あの例えばあのスペースシャトルのチャレンジャー号がね、こうあの爆発したわけですね、発射して数十秒後に。で、あのどこが責任があるんですかって、で大統領のその調査機関が半年かかって採用コールっていうね、あの会社のブースターの作った、それがおかしかったねっていう話をこうあの明らかにするわけですけど、あのニューヨークの株式市場の方はもう数分後にその会社だけストンと落ちてると、誰もあの言ってない。あの株式市場自体が一つの大きなその集合値のマーケット、あのシステムになるわけですけど、まあ、そういうような話があるわけです。それでですね、あの、まあ、あのそうなんですけども、先ほど Web2.0 の話も出ましたけど、あのソーシャルコンピューティングの出自自体をですね、まあ、あのコンピューターサイエンス の、ね、あの観点から見てみますとこうなります。あの一番最初にですね、ソーシャルコンピューティングっていう言葉をね、あの言った人っていうのは、あ、これですか、あれなんだ、吸収されて出ないですね、あのこれです、あのダグラス・シューラーっていう人が1994年に CACM で言ってるんですけども、あのこれどういうコンテクストで言ってるかっていうと、僕らが言ってるあのコンテクストじゃなくてですね、あの要するにどん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 コンピューターが発達して、インターネットが発達すると、自分たちが作るソフトウェアですね、それはただ単に何かあの情報の処理をするっていうのを超えて、社会とのつながりってことをきちっと考えないといけないというんで、ソーシャルコンピューティングっていう概念を言ったんですけども、あのそれはちょっと僕らのコンテクストは違うんです。でその後ですね、実はあの2004年にね、あの今紹介しましたスロイッキー の本が出たわけですよね。で、あのコンピュータサイエンス的にはあの その時点静かだったんですけども、2005年にね、
最初 の, ソーシャルコンピューティングという記事がウィキペディア、英語版のウィキペディアに出るんですね。その時はね、要するに E メールとかね、チャットとかね、そういうのがソーシャルコンピューティング の, その事例ですよなんて書いてあるわけですよ。で、ふんって感じですよね。でところがですね、2007年に大きく関わるんです、ウィキペディアの記事が。で、どう関わったかというとですね、スロイッキーが言ってる集合値のメカニズム、群衆が決める、それができる、そのパラダイムのことをソーシャルコンピューティングと言うんだという形でですね、スロイッキーを明記して、ソーシャルコンピューティングというのはスロイッキーの集合値をそのコンピューティングのパラダイムに移植したというか実現した、そういうシステムのことを言うんですよという形にですね、変わってですね。それでそこのところですね、もう一つ大きなポイントがあると思うのは、その先ほども話ありましたけど Web2.0 なんですよね。で Web2.0、さっき泉さんよくわかんないよねっていうのクラウドのマップ出してましたけど、結構レポートで書いてあることは、7つのプリンシプルがありますという形で書いてあって、で何番目かにですね、集合値の活用っていうのがあるわけです。例えばAmazon になってね、何か物を買えばリコメンデーション来ますよね、あれ集合値でしょみたいな話から始まって、で結局当初のそのウェブの魚の竹の子のごとく出たビジネスが生き残った、そのウェブのカンパニーはね、何なんですかって言ったら、集合値を活用したところが生き残った、そういうなるところは潰れたということを非常に明快に書いてあって、だからハーネスイングコレクティブインテリジェンスプリンシプルっていうのを彼は書いてるわけですけど、でそれでもってですね、結局ここあれなわけです、このウィザード・オブ・クラウドね、スロイッキーが言っている意味でのそのコンピューティング、ソーシャルなコンピューティングっていうのが、そのストロングセンスと言ってるんですけど、その定義とされていて、そしてウェブ 1.0 っていうのは従来のウェブですけど、それはいわゆるウィーカーセンス、従来通りの、ソーシャルコンピューティングの枠組みであって、本当の意味のあれはですね、このウェブ 2.0 だねっていう、そういう言い方にこう変わって来てるわけです。で僕自身はですね、この定義自体、この捉え方ですね、その通りだと思ってます。でただし、このウィキペディアの記事はですね、これ読むと最初にですね、ソーシャルコンピューティングっていうのはコンピュータサイエンスの一分野だと書いたんですよ。僕は逆なんです。コンピューティングっていうのはソーシャルコンピューティングの一部なんです。で、それはそれでですね、僕がただ言ってると、松永が言ってるっていうだけじゃなくて、2012年 の, ソーシャルインフォマティクスの国際会議っていうのがワシントン DC であって、そこにそのペーパー書いてるんですけども、皆さんそれなりに納得をしてくださったんですけども、そういう形です。それに関して今からもう少しですね、話をしたいと思います。それでソーシャルコンピューティング自体はですね、最初の会議っていうのは2009年にバンクーバーで開かれまして、これ僕参加して、僕のペーパーはないですけども参加しまして、座長とかやってきたんですけども、それが先鞭です、IEEE で。日本ではね、先ほど紹介いただきましたけど、私は日本データベース学会でまだ会長をやっている2010年に日本でも非常に大事だということで、当時ですね、日本データベース学会の定款っていうのはデータベースにかかるその科学技術の振興ってやってたんですけど、そんなことだけじゃなくて、うちの将来はないということで、データベース、そして情報マネジメント、コンテンツマネジメント、そしてその延長線上にですね、このソーシャルコンピューティング、それにかかる科学技術の振興をやるのが日本データベース学会だと定款を変えましたの で, でそれにこうしてですね、うちの学会はソーシャルコンピューティングっていうのをこう標榜するということで、SOC って読むんですけど、SOC2010 を開催した。で、先ほど高岡さん発表されたとおっしゃってるのが SOC2014 ですよね。ということです。それで、
それでですね、じゃあ、ソーシャルコンピューターって一体何なんですかっていうと、こういうふうに僕はこう2012年のですね、国際会議でも発表してきましたし、あと2012年には日本データベース学会の論文誌でも発表してきてるんですけども、従来のコンピューティングって要するにまあインプットをコンピューターに入れてそして処理してもらうというそういうプロセスです。でしたがっていつでもですね、同じ入力を入れれば同じ出力が出るわけです。でそういう意味で再現性があると僕は称してるわけですけども、ソーシャルコンピューティングっていうのはインプットがありますよね。でそうすると、まあ、集約エンジン、先ほどはありましたね、確率 の話で、ああいう形の、まあ、何でもいいです。例えばウィキペディアだったら、ウィキペディアが編集競合をこう避けつつ何か一つの記事がこ うまく作り上げる、そういうメカニズムですね。それがアグレーションエンジン。そしてソーシャルコンピューティングインフラストラクチャーって言ってるのは、そういうエンジンをこう擁立してもらえる、そういう世界で、これ冒頭に話あったと思うんですけども、やっぱり世の中はこうウェブベースになってきてるんで、みんながねコンピューティングにこう参画できる状況っていうのが出来上がってるんですね。だからアグリゲーションエンジンといったってなかなかそれだけではね動かないでしょうということに関して、まあ、それを可能にしている、まあ、簡単に言えばウェブです。ウェブがあってそこの上で主役エンジンがあると、でそれでもってね一つの処理がされて出力が出るわけですけど、ソーシャルコンピューティングのポイントっていうのはその出力をですね、一般的な人々が群衆が見て、でそれに反応してですね、また新たなインプットを加える。でそこにですね、これをソーシャルフィードバックと呼んでるわけですけど、その循環のもとでね、一つのその計算というものが行われる。でそれがですね、ソーシャルコンピューティングということです。だからそういう意味では民主性があるんですけども、その再現性っていうのはですね、ないんじゃないかと、上記の意味ではね。でだから従ってですね、僕がこう発表してきた話という、あるいはその本に今回している本にも書いてあるんですけど、このソーシャルフィードバックっていうこのフィードバックループを除けばですね、これは従来のコンピューティングになるわけですよ。だからウィキペディアはソーシャルコンピューティングっていうのはコンピューティングの一形態なんですよって言ってるんですけど、そうじゃなくてコンピューティングって従来のコンピューティングっていうのがいわゆるこれからのねソーシャルコンピューティングのフィードバックループをね取った場合のその特殊なケースになるだろうという概念を考えているわけです。それでですね、また先ほどのその災害時のね住民の意思決定システムにちょっと戻りますけども、まあこれはシナリオだけでと、まあこれだけ話をすればもう皆さんねこうすればいいんだよねっていうことで特段の議論はないと思うんですけども、集合チャプルローチに基づいて災害時の住民の意思決定システムを作ろうと思えばね、シナリオとしては、まあ、住民はツイッターに登録しておくと、オープン、クローズドな SNS っていうよりオープン。で次は発信者のね位置と時刻とかね、まあ、いろんなそのプロファイルの情報を伴って、そしたら あらかじめハッシュタグ決めといてですね、それでツイッターにどんどん発信します。で例えば異音を聞いた、異臭がする、出水が激しい、これは異常だとか、今気象台からこういう情報が出たとかね、避難すべきだと思うとか、まだ避難する必要はないように思うとか、まあ、そのハッシュタグのもとでですね、まあ、全てのツイートを、収集して、まあ、状況判断とか判断の意見を時系列を作成して、まあ、それらの内容をテキスト処理で解析して意味を抽出して寄せられた意見のさまざまな意見を集約して判断を手合わせるシステムを開発しておくと。で結局ポイントはですね、まあ一つはこれはシステムエレーが まさしくいろいろと不審されたところですけども、まあこんなん言うのは簡単なんですけど、一体これどう表現するのっていうんで、システムエレーの方は端末の方でこうクリックをして、その結果 RDF の表現に落として、それでここら辺のことっていうのをまあコンピューター処理可能にしてるわけですよね。まあそこのところが次はこんなっていう話になるわけですけど、まあ、これはシナリオだってことで
お許し願いたいんですが、そうしておいて、まあ、システム営業の方は意思決定にその、確実なあの話をね、あの持ち込まれた。で、あのそこら辺ですね、どういうアルゴリズムをどう取っていくかっていうのが研究課題だと思いますけども、そういう形にすればですね、あのここの場合はあのこのユーザーの個々人が何かこう意思決定のため の, その判断材料にするというのではなくって、コミュニティとしてね、グループとしてこの集約エンジンがうまく動くと、もう避難しようと、まだいいと、そういうことをですね、あのきちっとあの出してくれるようなあのことになると思うわけですね。それで少し話長くなりましたけど、あのあと冒頭申しましたように、あのコンテクストコンピューティングって何だろうっていう自分のその、あの答えに、あの疑問にですね、少しもうちょっとこう迫っておきたいんで、そもそも、まあ、僕は今コンピューティングとソーシャルコンピューティングの話したわけですけども、今ここにコンテクストコンピューティングと言ってるわけですね。そうするとやっぱり頭の中にすぐ動あの浮かぶのは、一つはヒューマンセンタードコンピューティングですよね。あともう一つは、あれって最初これじゃないのと思ったわけですけども、いわゆるコンテクストアウェアコンピューティングっていうのがあるわけですよね。一体どう違うのというようなこと で、まあ、あのヒューマンセンターズというのは、これはまあリーダーシップの人が言ってるわけですけども、あのナレージオブヒューマンユーザーズアンドザソーシャルコンテクストをこう計算の過程に入れると言ってるわけですね。で、まあ、あの CAC の方は、まあ、それはあのほとんど顧問だと思いますけど、例えばあんたどこにいるの、ね、今あのあ誰と一緒にいるの、ね、今何時なのとか、どこにあの他に何かありますかとか、まあ、そういう形でこうやるわけですけど、まあ、図で示すとね、こんな感じになると。で、あの、まあ、こっちは先ほどあれしましたけど、まあ、あのヒューマンセンターのコンピューティングとコンテクストアウェアコンピューティングは、まあ、そこに、まあ、あの入れるですね、あのこの、まあ、ある意味あのコンテクストの上があのナレージオブヒューマンユーザーズアンドソーシャルコンテクストで、下はまあコンテクストだねと。それで、あのシステム LA のね、あのコンテクストコンピューティングって一体何なのかなということでちょっと勉強させてもらった時に、泉さんがですね、2011年にこういう研究、ここの AIDC のところでね、あの話されていくのは、コンテクストコンピューティングっていうのはコンテクストアウェアコンピューティングからアウェアネスを引いてですよっていう話をされていて、である意味ですね、確かにあのピープルライクミーみたいなね、あのボタンはあるんですけど、それよりはね、今置かれてる状況とかなんとかっていう、それはまあ RDF でどん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 入れて、それでベースにしてまあ計算しましょうということなので、まあ、あの今どこにいるの、何のっていうのは、まあ機械スイッチでこう処理されている。やっぱり そこがこう違うと。で、だからあの実際にですね、コンテクストとして与えられているっていうのは、まあ、関心時にかかるコンテンツ間 の依存関係を表した RDF 表現ですよね、ズバリ言えば。であって、いわゆるユーザーのプロファイルっていう従来のコンテクストは異質だなと、形は似てるんですけど、そこのところのね、捉え方は違うよね。で、あのシステム LA の、 あの性格付けなんですけども、まあ、あのあれです、あのコンテクストアウェアコンピューティングの位置形態ってもちろん見れるわけです、今言ったようなセンスで、ね、で、あの考え方は CAC と言えると思います。で、あのところはね、従来の CAC が想定するコンテクストが考慮されてないかっていうと、いや、そうじゃなくて People Like Me というのをすることで、まあ、全体、そしてそうじゃなくて、まあ、自分たちに似た人といえば、まあ、いわゆる従来の意味でのコンテクストっていうのがまあ入ってるんで、まあ、あのそこら辺、あのそういう認識をきちっと持てばね、あの CAC の一桁になるんだろうな。で、ソーシャル、じゃあ僕が言ってるソーシャルコンピューティングの一形態かなと思うわけです、あのとあのする見方をこう考えてみるとね、あの確かにあの時間の軸とともにですね、どん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 ね、ここに参加されている方々がいろんな意見をこうあのこうインプットされていくわけですね、あの端末からね。そういう意味ではきれいにソーシャルフィードバックになってるんですよ。コンピューティングの新たなコンピューティングの時にこのあのそれを見て、その結果をまた見て、でまたこうあのインプットしてるわけですからね。
で、そういう意味ではあのそうなんだろうな。で、あとあの僕が言ってるその必要なその集約エンジンっていうのがいるよねっていう、そこがポイントですよねっていうことに関して、確かにご説明がずっと分かったその証拠理論にね、あの基づいたあの意思決定っていうのは、あれはあのまさしくそうなんです。で、そうすると一体どこがどう本当に違うのかなと思うとですね、 LA っていうのはユーザー個々人のに判断のため の, その的確な情報をあの、まあ、提供してますというわけですけども、集団としてのね意思決定を提示することは意図してないと僕には思います。そこが本質的に違う。だからまああの LA の仕組みにですね、じゃあこの、まあ、People Like Me でもいいですけども、そうやったときにこの People Like Me のこの集団で、じゃあ今もう我々は人間といかにもだよと、まだあのとどまってていいんですよってなことまでですね、何かうまくこうアルゴリズムをねこううまく入れていけると、あこれ一つのですねソーシャルコンピューティングの、 あの面白い事例になるんじゃないかな。だから集団としての意思決定っていうね、そういう側面、そこのところをですね、あのぜひあのやってみたらどうかなというふうに思いました。これはまず知ればそういうことになりますね。あのソーシャルコンピューティングというのは、要するにコミュニティ、われた自分が属しているコミュニティの意思決定のやり方ですね。それであのそういうことで、あのまあ、あの特にまた話をですね、この自然災害時のその意思決定にこう最後ちょっと戻せばですね、あのまあそれはいろんなケースあると思います。個々人の意思決定に従うことが有効で、集団の意思決定に従うことが有効で、あのもちろんですけども、お上からの関係指示に従うことが有効、いろいろあるんですけども、まあ、 あの広島のケースっていうのは、もし何かこういうソーシャルコンピューティングに基づいたあの意思決定システムという避難システムですね、あのそれに従ってそして行動していたら、またことできる、することができてたらね、また相当違うんだろうなというふうに思ったあの次第でした。で、これお回ししてますけども、あのソーシャルコンピューティング入門っていうのをですね、去年もうちょっと 1年半ぐらい前になりますけど、2013年に刊行しまして、で、あのあれです、こういうことがね、あの語れるようになったのは、やはりもうコンピューターが次インターネット、そして次ウェブという形で、まあ、ウェブ 2.0 はどうなのか、僕はあの先ほどの泉さんの話聞いてて、もうウェブ 2.0 はウェブ 2.0 で僕は止まるんだろうと思うんですけども、あのそこら辺まで含めてですね、あのウェブの話をあのきちっと書いて、そして次はスロイキーベース の, あ の, そあのコレクティブインテリジェンス、ウィザードクラウドの話を書いて、でその後ですね、あのソーシャルという観点から、あのメディア、そしてソフトウェア、あの例えばウィキですね、でソーシャルネットワーク、そしてこれはあの特にあのあれです、あの複雑系ネットワークの話を書いて、でソーシャルサーチに書いた話を書いて、リコメンデーションを書いた、あとウェブマイニング、まあ、僕も昔ウェブマイニングでやりましたので、そういう話をあのネタにしています。ちょっと長くなりました。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、今お三方の、発表をもちまして、提談の方に、進みたいと思います。それで、前設置する間、ポエ休憩といただいて、後ろの時計で、ちょっと短いと思うんですけれども、4時25分に開始できるように、また再度お集まりいただければというふうに思います。それでは